野菜生活お腹空いちゃったね。そんな時はスムージーでヘルシースナッキング。うちのスムージーは素材の美味しさがぎっしり。しかも野菜生活スムージー。美味しい。しよう。かごめん、かごめ。山崎さん、はい、ヘルシースナッキング大使に就任されたわけですが、今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね。いやあの光栄なことにこのような大使を任せていただいて、いやあの僕も。 今回までヘルシースナッキングという言葉を知らなかったのであのす,すごくいい言葉だなと思ってあの僕もなるべく感触とかを、まあ、食べ物には結構気をつけていて体にいいものをとるようにはしているのですごいいい言葉だなというふうに思いますこちらの体験イベントなんですが残念ながら山崎さんはすべての会場に行くことはできないんですよね。そうなんですよ、はい、なんんでですすよが、はい 強力な助っ人を用意していただけているということで、はい、山崎さん、はい、いらっしゃるんですよね、あの方が。僕の代わりに、強力な助っ人の方が来ていただけるので、はいはい、3月21日に大阪で行われて、はいうん、3月24日に名古屋で行われるそうなので、ぜひ盛り上げていただきたいなと、いらっしゃるんですかね、この中に。いらっしゃると伺っているんですけれども。<あ>はい 山崎さんの掛け声で、この後ろの幕が開きますので3、2、1 2> 皆さん、拍手をお願いします <laughs> 山崎さん、いかがですかいや、すごいですねですめっちゃ似てますね、これ、はい、似てるっていうかありがとうございます、<う>今日は もう喋り出しそうですよ、山崎さん。ご本人じゃないですか、はい、初めてご対面ですか、初めてご対面しましまた、はい、<laughs> すごいな、いかがですか、本当にご覧になってみて、改めて、はい、いやー、ちょっとクオリティが高すぎてびっくり <laughs> ですよ、皆さん、これ一緒に写真撮ったら、ご本人と撮ったんじゃないかって思っちゃうぐらいですよね,すね,すねこれはもう盛り上げてくれますね、間違いなく。強強力力ななでですす、はい 2度目となるスムージーバーのマスターだったんですよね。はい、そうです。はい。いかがでしたか <laughs> このスムージーバーのマスターを演じられてみて。ええー、そうですね本当にこういうあの車で移動してスムージーを売ってくれるこういうお店があったの本当にいいなと思いましたし何回もご一緒させてもらってるチームで、うん、あの CM を撮影させてもらってたのですごい楽しく、はい。 やらせてもらいました。はい。はい、あの実際に出来上がった CM もうご覧になったんですよね。はい。いかがでしたか。お自身でご覧になって。野菜を切ってるところとか、はい。まあありますし、すごくポップな感じで、あの青空の下ですごくいい感じになってますはい。はい、ね、山崎さんあの CM の中でもこうフルーツを切っていらっしゃいましたけど、はい、あのそういった手間も全部省いてこう飲むだけって楽しいですよね。<laughs> そうですね。はい、撮影の時に。 九位が包丁に切った時に、うん、あの本当はこうサクって切れてまな板にスポンと落ちて、はい、あの星星感じの絵だったんですけど、はい、なかなか包丁にくっついて離れなくてっていうこともあったりしたので <laughs> じゃあ何度も結構撮り直したシーンではあるんです、ね、結構何回もやりました <laughs> はいなのでそういうやっぱ、うん、まあ時間がない時にそういう手間も省けて、うんうん 簡単に取れるっっていいうのもやっぱいいですよね新しく何か始められたこととか、はいうん、これから挑戦したいことなんてお伺いしたいんですけどやっぱり健康管理って大事だなと思うので健康管理により一層体を壊したらもう何もできなくなっちゃうので、はい、気を使っていきたいなっていうふうに思いますヘルシースナッキング大使として一言お願いしてよろしいですか はい、えー、皆様今日はありがとうございましたえー、っとあの新しい習慣としてヘルシースナッキングというあのことをヘルシースナッキングを実践していただきたいなと思っております皆さん野菜生活100スムージーでヘルシースナッキングしよう